皆さんおはようございます。ピチです。今日は11月30日月末ということで、11月の振り返りを、やっていきたいと思います。そして12月に向けてのセットアップも軽くしようかなと思っております。よろしければ最後までご覧いただけると嬉しいです。今日もよろしくお願いいたします。それでは早速11月の振り返りをやっていきたいと思います。こちらの体調記録の方からまとめていこうかなと思います。ちょっとここの欄が、お天気のマークをつけ忘れてるので、まずそこからちょっとやっていこうかなと思います。こんな感じで、症状だったりお天気のマークをつけ終わりました。次はですね、いつも、フランクリンプランナーを使う前は、体調いい日にシールを貼るようにしてたんですが、ちょっと今ここにギュギュッといろんな、水分補給だったり、ウォーキングできたかどうかなど、体調の良さ悪さ以外にも、記録していることが多くなってきてて、でここにシール貼るとちょっとね見にくくなったりしちゃうなっていうことで、今は赤ペンで体調悪かった日を記入しているようにしています。でこの体調悪かった、日を数えて、ここにちょっとこのしょぼんとしてるところに体調悪かった日の日数、良かった日の日数っていうのをちょっと書き出してみようかなと思います。はい、今月は23日間体調が良くて7日間体調が悪かった日があったということで、比較的体調よく過ごせたんじゃないのかなって思います。よかったです。来月本格的にどんどん寒くなっていくと思うので、来月も体調管理しっかりやっていきたいなと思います。で次はこの、10月の終わりに立てた11月の目標、ここをちょっと振り返っていこうかなと思います。できたところにはチェック欄を入れていって、できなかったところには、バツをつけて、どうしてできなかったのかとか、その目標を来月に持ち越すかどうかとか、反省とか振り返りっていうのをやっていこうかなと思います。
返りをしてみました。この、丸三角バツで一応評価をしてみました。で、三角バツがついたところは、来月に持ち越したいなっていうものは横に、赤印をつけました。持ち越すっていう意味で。で、今月の反省はですね、今月はやりたいことの優先順位をよく考えずに、とにかくやれるものを欲張ってやって、まあ月の後半とってもなんか疲れてしまったんですよね。で、来月はやりたいことの優先順位をよく考えて、無理のない計画を立てるっていう目標にしようと思います。で、毎日を 100% 全力で過ごすんではなくって、まあ、60% から 70% 少し余裕を持って、日々を過ごせるように心がけていきたいなと思いました。こんなことをちょっとちょこちょこっと空いてる部分に埋めてみました。これを踏まえて来月の目標をこれから立てていこうかなと思います。12月分の目標を立てました。今回も目標を先に立ててから、その目標までのタスクをちょっと細分化して書いて、軽く細分化して書いてみたっていう内容になっております。次はこのデイリーページ1ヶ月分をちょっと入れ替えたいなと思います。ページ、今月記録した項目の索引っていうところなんですけど、今ここまだ使い方迷子でして、毎月いろんな使い方をしてるんですけど、12月は、ここを SNS 記録として使おうかなと思います。
感じで線を引っ張って YouTube の動画投稿した日に丸とか YouTube ライブした日に丸、あとはインスタの投稿した日に丸、インスタライブをした日に丸みたいな感じで、この月に、また最後集計取ってどれだけできたかみたいな感じで、分かりやすくようにちょっとこんな表を作ってみました。私は SNS のことにしたんですけど、なんかハビットトラッカーみたいな感じにもここのページ使えると思うので、もしここの使い方持て余してる方はよかったらやってみてください。こんな感じで大丈夫かな。簡単でしたが、12月のセットアップと11月の振り返りを、動画にさせていただきました。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければ評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。ピチでした。バイバーイ。